7ロープなんですけど、よしと帰ってきて、だから受付終わったらすぐに、はい、あの、はい、で田村さんもこう帰るので、田村さん受付終わったらすぐにこの時にしてください。あとは、みこしの押さえ、みこしの押さえいきます。前棒が、松戸くんとトモ、後ろが、戸塚さんと森野さん、はい、右肩が国と田村さん、はい、左肩が夏と、はい、ジェラ、はい、指揮者この式じゃないですか。で、小頭、亀ちゃん、はい、で、オペは高木さんが受け取りやってます。今回、高張りが一つになります。で、その前に林一帯がいます。ですので、最初は場面一帯で、その次、高張りという順番に、お願いします。注意事項と、全体の流れを、スピーカーで説明し、その後、木頭、アレちゃんの方で火を打ってスタートという形になります。コロナ禍で初めてお祭りということで、下町連合でお祭りしたかすみません。コロナマスク絶対着用で色分けしてますので、その辺必ず守ってもらって、まず大事に怪我がないことが大事ですけども、今回、企業さんとか、まあ、はじいたことない人が出たんだので、勝手に抜けないように、ちょっと伝えていただきたいと思います。あと、スタッフの摩擦マスター。はい。はい。あ、じゃあ、ハブロ、ハブロ。ハブロ、ハブロ。はい、はい。ハブロ、ハブロ。はい。マツ、マツ。いい色だね。マツ。青に緑じゃん、もう。もう緑がね。はい、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 いやー、本当におかげさまで4年ぶり、4年ぶりはい、そうだよね、神社例大祭始まります。みんなはおとなしくお祭りやってるけれど、そろそろ誰かが口火を切らなきゃいけないと。そうです、ですよね、誰か言い出すのよ。そりゃもう町会長です。そうか、はい、そりゃそうだ、一度トップがやろうということでね、いつまでも自粛しててもしょうがないと。そりゃそうだ、ただ守るべきことは守って、安全にできることをやっていこうという、もう一つはやっぱり町の勢いもね、そう、戻したいと思って。そうですよ、ね、はい、いや、このまま静かに開けるなんてありえないから、ね、ありえないです。誰かが気合を入れて、はい、作業をかけて、はい、そして町の人が集まって同じ見越しをかけると、はい、そうです、はい、でもう一つやっぱり町の歴史文化を継承してくれてるのは我々であり、そう、町内飛び頭なんです。頭の存在も大きくて、ね、やはり頭のためにもこのね、みこしの設営だとか、こういうみこしを設営するのの文化を継承していかなきゃいけないということで、我々頑張って、はい、ここまで作り上げました。コロナ退散、そう、商売繁盛、はい、みんなの健康、はい、みんな祈りって神様にお願いするわけ。そうです、我々の声を天へね、届けようということで、はい、久しぶりですね、久しぶりですね。で、10分前になったらみこしをそのままあそこの位置から歩道に出しますので、もう5時半からこの時間撮ってるから、今までの時間撮ってるから、10分前になったら、5時50分、そこからこれに来ればいいよね。はい、何か、そんなければ、本日よろしくお願いします。